ははい皆さんこんこにちはドナルド松山の国内旅行業務取扱い管理者、えー、旅行業法の方を見ていきたいと思いますまず最初は法令の定義、えー、目的ですね目的定義の方を見ていきたいと思いますまずここで、えー、学ぶ学習内容を確認していきたいと思います1つ目対象の法律を見ていきたいと思います2つ目法律の目的とその目的達成の手段を見ていきます そして旅行業の定義旅行,、えー、旅,行業旅行業者と、えー、旅行代理業との旅行業務の関係ですねこちらの方そして、えー、全国旅行、企画旅行と手配旅行の方を見ていきたいと思います対象の法律なんですけれど、えー、旅行業法が中心になっております。 あとは施工規則とか営業保証金規則等々細かい付属の法律と合わせて見ていきたいと思いますこれを合わせて旅行業法というふうな形で見ていきたいと思いますまず旅行業の目的第1条必ず出てきます覚えてください法律の目的3つあります法律の目的3つあります旅行業務に関する取引の構成の維持そして 旅行の安全の確保旅行者の利便の増進この3つ押さえておいてくださいね次その目的達成の手段第1条にも記載されております旅行業と営む者の登録制度の実施旅行業と営む者の業務の適切な運営の確保 そしてその組織を団体する適正な活動の促進という形になっておりますここでは登録制度そして適正な運営の確保そしてその組織を団,、えー、組織する団体の適切,適切な活動の促進この3つがあるよっていうところを押さえておいてください目的と目的達成の手段 この2つ、うまい、えー、分けておいてください。4択なので、えー、目的達成の手段は何ですかって聞かれてきて、えー、ここの3つに、えー、旅行の安全の確保ですね、えー。1個前のところに出てきました、旅行の安全の確保なんていうのは出てくるかもしれません。または、旅行者の利便の増,増進みたいなね、引、えー、っ掛けが出てくることがありますので、目的が公正の、取引の公正の維持、安全の確保、利便の増進。 そして目的達成の手段としては登録制度業務の適正な運営の確保団体の適正な活動の促進この3つ押さえておいてくださいはい旅行業法第2条の方に書かれているところ旅行業の定義1つ目報酬を得ること2つ目旅行サービスを提供すること3つ目事業を行うこと事業として行うことですね 報酬を得る、見ていきましょう。旅行業務を行うことで得る収入のことを報酬を得るっていうふうに定義しています。旅行者から得る旅行業務取扱料金、運送、宿泊期間から得る販売代理手数料、企画旅行の旅行代理から仕入れ、そして原価差し引いた差額利益っていうものが報酬になります。つまり、無報酬の場合には、 旅行業にならこいつを押さえていてくださいじゃあサービスを提供する大きく分けて3つあります1つ目基本的な旅行業務運送とか宿泊のサービスの提供を行うとそしてもう一つは付随的な旅行業務運送宿泊サービス以外のサービス提供ですね例えば 昼食のサービスを提供してるとかですね、どっかの遊具施設のサービスを提供するとか、そういったことになります。そして3つ目が旅行相談に関する業務になります。付随的なところもう一度、先ほどもご案内しましたけど、もう一度確認しておきたいと思います。ね。昼食とか観光施設の見学の斡旋とか、観光案内とか天井とかつけるとかですね、そういったことが付随的な旅行業務になります。 はい。事業として行うというところを見ておきましょうかね。一定の目的を,を持ってなされる同種の行為を、キーワード、反復継続的に遂行するということになります。判断基準としては、広告宣伝がどのように行われているか、勧誘行為がどのように行われているか、店舗はどのような構成になっているかっていうことになります。ということで、例えば、観光地なんかでタクシー運転手が、えー、旅行、 旅旅館館ですすねねのあっせん行為なててしているところがありますよ、ね、そういったところに関しましてはここでいう旅行業の事業にはならないことになります。で定義のところ運送サービスの提供業者の代理行為これに関しては報酬を得ていても旅行業にはならないということになっております。 具体的なで特に地方なんかでありますけどバスの停留所近くのお店ですねなんかあのよろず屋さんみたいな感じまたタバコ屋さんみたいなところで、えー、そのバスの回数券を売っていると回数券だけ売ってますよといった場合には一応回数券の販売代理業をやってますけれどこれはもう報酬を、えー、得てても旅行業にならないと、まあ、例外として認められているという形になります。 はい、旅行業の定義のところで代理業者というのがあります、旅行業者の代理業者。旅行業者のために、その旅行サービスの提供に関する行為を代理して、業者の代理として契約を結ぶ、締結する行為を報酬を得て行う事業ということで、旅行業者の代理をしてますというふうな形ですね、これはいろんな業種でも代理業者というのがあります、ね、旅行業者でもそういうのがありますよということになります。 はい。旅行業務見ていきましょう。旅行業者が取り扱う旅行に関する行為。下にちょっと色が出てきておりますけど、企画、えー、旅行ですね。募集型と受注型の企画旅行。それと手配旅行。こういったものになりますよということです。募集型の企画旅行。キーワードは1行目で出てきております。この辺ですかね。あらかじめっていうのがキーワードになります。旅行業者が旅行者のためにあらかじめ旅行の 目的地とか日程とか運送宿泊サービスの内容を旅行者に支払うべき対価に関する事項を定めて実施する旅行のことを指します。それに対して受注型こちらの方はですね業者の方からあ旅行業者が旅行者からの依頼によって 旅行の目的日程運送宿泊サービスの内容等々を決定し旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めて実施する旅行キーワードは旅行者からの依頼です旅行者からの依頼になりますはい企画旅行の計画の構成要素まず旅行の目的地と日程2つ目 旅行者が受けることができる運送・宿泊のサービスの内容3つ目旅行者が支払うべき対価に関する事項これを必ず計画に盛り込んでくださいということになっておりますじゃあ一方手配旅行を見ていきましょうこちらの方では運送・宿泊サービスの提供に関して旅行者のために業者の方が代理して 契約を締結、媒介、取り次ぎをする行為ですよ。まあ、具体的に言いますと、えー、旅行会社の方に行って、業者の方に行ってですね、どこどこのホテルを手配してくださいとか、そういったことをやるんですね。または旅行サービス提供業者、今度は、えー、業者、えー、提供業者のです、ね、宿泊施設とかそういったところを見ていただけばいいと思います。えー、その提供業者のために、旅行業者が代理して契約を締結、媒介する行為と。 いう風になります。旅行者一方は旅行者、もう一方は提供業者ね、そういったところを結びつけるお仕事が手配旅行になりますという事です。はい、こちらの方では法令と法令の目的の定義を見ていきました。旅行業これが基本になります。必ず出てきますのでしっかり押さえといてください。